は、川です。今日はですね、同じ日に2回占いをすれば当然同じ結果になる説を立証していこうと思います。今新宿駅西口の方に来ているんですけども、結構夕方以降になると占いしてる方がいるので、まずその方に占っていただこうかなと思います。行ってきます。はい、それではこちらにいるので占い師の方がいるので、ちょっと聞いていこうと思います。じゃあ手相で、はい、お願いします。はい、右手見せて、右手、はい、はい、ぐーっと来てるでしょ、はい、これ病に流さない、これが心、心、心、ぐーっと来てるでしょ、はい、でも前のお嬢ちゃんだけどギザギザしてるじゃん、これ感性なの、だから秋っぽくなっちゃうの、あー、ね、これ頭脳線っていうの、はい、これが頭いい人なんだけど、あんたはどうもその頭を下げにくいの、あ、うん、だからちょっと神経質だから、うん、あんた美人さんなんだからね、うん、ここにいっぱい線があるでしょ、はい、だからあなた感が強いんだけどね、疑り深いもんで、うん、そのあなたはね甘え方が下手なの、あの人は嫌だなと思ったら自分からニコッとして頭を下げる、怒られてると思わないで、うん、一応はいって受け取ればいいの、わかります。そうしたら人が育ててくれるの、なるほど、うん、生きていくことが修行、はい、あ、偶然今のことは選んだってことはないの、うん、焦んないで頑張ってごらん、わかりました、ありがとうございます、ね、頑張って、はい、はい、ということで一人目の方にやってもらったんですけど、ちょっと何とも言えなかったですね、お互い深いのもちょっと何とも言えないというか、当たってる部分もあればうーんっていう部分も結構あったりとか、とりあえずちょっと向かってみますか、どこだ、どこにあるかな、ということで路上の占いの方がもういなかったので、今回あちらの部分に行こうと思います。今日手相でどういったものを見ますか。まあ仕事関係。あ、仕事関係。はい、あ、はい。事務仕事とかよりは表仕事、はい、見られる仕事だったり、芸能関係はいた。あ、はい。ね、芸能系だね。やっぱ信念と固定概念が強いから芸能系ってのは合ってるな。まあ、将来の金運線が出てなくて運命線がまだ定まってないから、はい、まだ地盤がグラグラな感じ、うん、まだ定まってないの、今ね運気はすごい上がってるんですよ、でも人情線があるからな、もっと自分の意見を通した方がいいかな、人情線がある人ってのは自分の意見通しにくいんですよ、なるほど、相手にズバッと言った方がいい、はい、結構あなた抱え込むのこう人情線ある人っていうのは優しいから、うん、まあ手相の面で言ったら悪くないよね、ただ金融線が今出てないし仕事線も今バーッと出てないから、はい、今ブレてるんですよ、うん、何をやったらいいのか、こっから結構決まらない、来年結構ね大変な人がいないかな、そして君が売れるのっていうのは2021年と2022年、そこにそこに重きを向いて、はい、今年来年はありがとうございます。はい、ということで2軒目行ってきました、はい、結構なんか占いというよりも芸能の先輩という感じで、1個目の占い師さんのところではよく上のね人のことを聞き入れて活動していきなさいって感じだったんですけども、2軒目のところでは自我を通しなさいという感じだったので、そこがちょっと真逆でしたね。2020年2021年に芽が出るって言われたので、ちょっとそれを踏まえてまた次の3軒目ラスト最後行ってみようと思います。行きます。なんか芸能関係のお仕事は会っていらっしゃるようで、今のまま頑張っていく形でいいみたいですよ、はい、うん、なんかそういうアイドルとかもいいですし、芸能関係いいって出てます、すごく、はい、頑張っていかれていいんじゃないかなと思います、はい、芸能界でいい感じにブレイクというかなりそうなのが、どちらかというと20代後半ぐらいなのかな、10代後半かといってその29まで
目が出ないかっていうとそういうわけではなくて、ここが一番保管といい感じですよっていう年なので、あの、芸能界で頑張って行かれた方がいいかなって、仕事で活躍できる人生っていうと生きる感じの、人生っていう傾向が出てますね。頑張っていってほしいなって思います。ありがとうございます。はい、はい、ということで3軒目行ってきたんですけども、びっくりするぐらいに真逆でした。言ってくれてることが2軒目と本当に真逆で、23歳の代にいい波が来るってことだったんですけども、2軒目のところでは23歳の代があのかなりへこむって言われたんですね。わあ、真逆だなと思いました。3つともかなりバラバラだったかなっていう、どこに行ったとしてもなんか合ってないかもって思うのはやっぱり何個も ありましたね。検証結果バラバラでした。信じるか信じないかはあなた次第です。ちょっと信じないかな。